私山北咲がアイリスじゃなかったらなりたかったものは社長です。おいおいおい。てなわけで、いや別に今からでも社長がなろうと思えばなれるのかなと思いますけど、なんで社長になりたいかっていうと、私は誰かの下で疲れることで人生を終えたくない。社長になれば自分の好きなこと全部できるじゃないですか。お金さえあれば生み出せば。だから自分の好きな世界を表現するのに社長になりたいなって思いました。はい。で今日はいろいろスタイリスト私物だったりマネージャー私物を駆使してめっちゃ高級感のある稼いでる社長を演出できたんじゃないかなと思いますので、デジャブになれるよう頑張ります。おい株式会社、おい、あ違う、株式会社、あーおい、ありがとうございました。はい、すごい、はい、あ、綺麗、はい、あと2枚いいっすね、社長いいっすね。手ついてるのかしら。あ、ついてたわ。今日はランチ何召し上がられたの。ランチは、コンビニのおにぎり2つです。一応健康志向で玄米となんか梅みたいなやつやりました。あまり社長っぽくないですね。あ、じゃあやり直します。あ、昨日は仙台で、あ、仙台日帰りで出張行ってきて、帰りにあの限定10食の、はい、4000円のやつを4000金額食べてしまいました。はい、美味しかったですか。美味しかったですね。さすが社長ですね。なんか牛タンとか結構しっかり。でもなんか割と日常普段から食べさせていただいております。もう美食家なんですね。そうですね。なのでちょっと美食なんですが、最近体型キープがすごく大変でプライベートジムに通い始めました。そしてですね、あのちょっと映せない部分もあるんですけど、こちらがですね、あのイートインスペースになっておりまして、こちらの方で苦しい皆さんのねお体を考慮した玄米とかもち麦とかを使ったライスに、その日の今日の取れたてのフィッシュ&ビーフ&ポーク野菜、ね、ベジタブルこうやって、ね、集めてこの辺でね、まあ、ちょっと商談とかもしていただいて OK のスペースになっております。ありがとうございます。すごいいいですね、ロゴも。あ、ここが株式会社プイのロゴということで、はい、あー、プイってことのアーの部分でございます、ね、なんでプイじゃないんですかって思ったと思うんですが、あー、プイのアーの部分ですね。ナイスです。知らなかったでしょ。すごいナイスです。私がアイリスじゃなかったらなりたかったのは下妻物語のモモカです。だって可愛いんだもん。あのプライベートでもロリータを買っていた時期がありました。恥ずかしい、アイリスになる前ですね。そんなわけで見てください、こんなプリプリプリティなお洋服を着せていただきまして、とってもねグッズ可愛らしい感じに仕上がっておりますので、たくさんゲットしてください。あまりにも29歳とは思えない可愛さ、ロリ見てね。オッケーファースト、うん、オッケーファースト、いいね、これ入社券、オッケー、入社バッチリ、入社券、オッケー、うん、いいですね、うん、まあ、絶対 TikTok 一本は撮りたいの、うん、いけます、うん、多い、うん、多い、オッケー、オッケー、お花をちょっとここら辺に手前ボケさせてもらっていい？ぽよん。そうそうそう。オッケーボケ。一つの物語。あ、じゃあ、しますごめんなさい。怪しい作品のタイトルになっちゃう。ありそう、そういうの。あるよね、絶対あると思う、ね。うん、絶対あると思う。うん、いやいや、近いよ。キレキレ。オッケー。同い年です。かわいい。ね、好きな色は何色？水色。あ、一個もないじゃん、ここ。ピンクも大好き。一緒一緒で。大丈夫。下のボヨボヨが映ってるのかな。復元してほしいです。あ、この黒いやつ。ちょっと映るかな。あ、確かにこの格好で誰かと喧嘩したい。私手でかいんだよ。持ってなくある。仕事はい、あ、いいじゃん、いいじゃん、オッケー、オッケー、うん、かわいい、何のシャツ、オッケー、オッケー、どうも、バッチリ、よし、あ、いいね、かわいい、よし、オッケー、刺してたわ、かわいい、
そうね、あ、それで、いや、顎乗っけといていい、顎乗せたら可愛い、そう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 、可愛い、これ寒いね、全然大丈夫、あと1時間ぐらいここにいるけど大丈夫可愛い、ね、可愛い、可愛い、めっちゃ可愛い、撮影会、まさに私、あかねやひみかのアイリスじゃなかったらなりたかったものはスタイリストです。ですね、いつもお世話になって、大変お世話になっているんですけれども、本当に中学校ぐらいの時に芸能をやりながらスタイリストもやりたいなってぐらい、服がまず好きで、かつ自分の今やってる仕事もそうなんですけど、人のために何かをするっていうのがすごい好きだったので、スタイリストはすごく憧れていましたね。なれて嬉しいです。かわいい。今回企画がですね、バレンタインのファッション企画になるんですけど、はい、なるほど、バレンタインですね。なんかやっぱちょっとこう、うん、憧れじゃないですけど、うん、なんか年上の彼を落とすみたいな、なんかスタイリスト提案がしたいなと思って。なるほどですね。そしたらちょっと肌見せしていくのがいいかもしれないですよね、うん、こちらの5番ですですね、ちょっと出過ぎかなっていうことで、そんなキャラでいいのかな、出過ぎかなっていうのもありますよね、うん、そんなアンミカさんみたいなキャラでいいんですか。白って200色なの提案してみて、あ、そうっす、こっちって言うかもしれない、かがみ越しまで、かわいいです、本当に似合うね、いけてますね、一応目線もたまにちょっともらって、はい、OK、はい、ちょっと身乗り出すくらいで、あ、そのあたりの人決めっぽいなって、スタイリストのドキュメンタリー撮影だと思ってますから、あ、いいね、どうですか、角さん、こんな綺麗にしてないよすごいですね、本当に本当にそうですよ、こんな綺麗なしてもらえる、うん、頑張ってね、はい、頑張ります、いっぱいやめてく人見てるからすごい、そう、メンタルだけは自信がある、うん、あ、ここもうちょっとなんか出てやってもらっていいか、はい、もうちょっと顔上げた方が映るかもしれない、ありがとう、社長怖いですね聞こえてますか、あ、私じゃないですか、すごい、あ、すごいですね、こんにちは、これごめんなさい、今撮影でちょっと録画させていただいてるんですけども、し誰かこのファイルを開いた暁にはびっくりしないでください、ごめんなさい、今撮影で使わせていただいておりますので、はい、ぽいっ